やってまいりました。イエーイ。すごい、今日一段と拍手が多いじゃないですか。多いんですよ、今日はね、美人ばっかりいてドキドキしちゃってるんですけど、そっちちょっとね。で、今日はなんともう8回目になるんですよ。頑張ってきましたね、私たちね。すごいですね。で、いろいろね、面白い話もいっぱいあったんですけども、うん、今日は女性がいっぱいいるので、うん、特別に面白い話を持ってますから、ハードル上げて大丈夫なの？大丈夫でも私たちいなくても、はい、きっとすごく面白いと思うので、そうですか、途中からどっか行きましょう。わかりました、かけます、かけます、わかりました、任せましょう。はい、今日の番組 の、 メールもやっぱり、いただきたいかなと思うので、はい、じゃあメールこちらの方に皆さんどしどしお寄せください。時間内に、ね、読めたら、今日ね、最後に、ね、しっかりメールの時間取ってますので、はい、やっぱね、3月ぐらい来ない限りは読もうと思いますので、そうですね、はい、皆さんよろしくお願いします。お願いします。で、この1ヶ月間、うん、なんかいいことありましたか？まず自己紹介じゃないですか。すいません、はい、竹と申します。よろしくお願いします。アシスタントのヒロです。よろしくお願いします。同じくレポーターのタカちゃんです。よろしくお願いします。のっけからやっちゃいます。そうですね、大丈夫ですよ。はい、はいはい、何かいいことですか？いいこと、はい、いいことですか？私今日県庁行ってきたんですけど、うんうん、そこの駐車場のおじさんがいい人でした。あ、それはすごいラッキーかも。え、どんないいこと、うん、いい人だったんですか？なんか、うん、こうガーって入ってったら、うん、こっちより向こうなんか近いよとかいろいろ教えてくれて、でなんかバックもちゃんと見てくれて、で、ま、そこ曲がればすぐだからね、あっちの方がタダで止められるしねみたいに教えてくれて、タダ教えてくれるっていいですね。すごい。お金かからないし、あ、普通県庁とか役所だからかかんないんですけど、そうなんとか駐車場もそうお金かかんないからこっちのが空いてるよとか教えてくれて、すごいいい人に当たりました。今日はついてるって思うもんね。あ、でもね、信号全部赤でした。あ、うん、プラスマイナス、そうだね、どっちかっていうとね。でもいいおじさんに当たってちょっといいことあったの。まあ、残り、まあいいか、うん、まあいいか。なんかいいことありましたか？最近ちょっと女子力、お、女子力、女子力高めようと思って、高めようと思って、ね、なんで固まったんですか？高くなかったんだなと思って、高いよ、いつも高いよ。あ、そうか、そう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 、ね、そうそう高いんだけど、こうちょっとねネイルとかしてみたの。あ、すごい可愛い、キラキラ。あ、本当だ。キラキラしてる。やってないんですか？え、全部やってるやってる。ピンクピンク。あ、こういうもんなの？目が。お疲れ。お疲れね。ほら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 。あ、そうかそうか。そう、ちゃんとちゃんと全部なってる。そうかそうか。そう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 。これも全部入ってないからと思ったんだけど。あ、じゃだって十本の指に桜がついてたらさ、おかしいよね。びっくりしちゃうじゃない？ギラギラギラって。アクセント。今日もやってますね。今日も炸裂です。いやいやいや、うん、で、私の方で、ね、あ、そうだね、聞かないと。はい。いつもの北見ネタ。あ、2月3月とね。北見のネタをいつもやってたんですけど、北見のお友達がね、いつもメールくれるんですよ。で、今回ちょっと面白いメールがあって、うんうん、北海道で、うん、トド肉食べた人がいるとか言ってわーわー言ってんですよ、友達が。で、私前昔10年前に行った時に、うん、トド肉を三昧っていうのを食べたことある。何枚？2日間トド肉三昧、トド肉ご飯、トド肉のトド肉ご飯、トド肉ご飯、トド肉の佃煮、トド肉のなんか焼いたのとか、うん、食べたことあるよって言ったら、いやー、それは北海道の人でもないよとか言われてんですか、トド肉って。そこはトドワラっていうところなんで、あ、地名トドワラ、トドワラ、あー、わかる、シベシシベシベリアじゃないよ、シベツ、シベツね、うん、シベツ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 町の、シベツ町でしょ、そうあー、知ってる知ってる知ってるね、うんうん、でもトドワラっていうね、地名、へー、そう、こういうなんかね、トド松が倒れてるの、え、そう、そうだったかな、もうやめましょう、やめましょう、トド肉食べたことないですか？ない、皆さんノーですね。クジラみたいなの、あ、ちょっと臭いんだけど、でもね、うん、私は美味しかった、うん、って言ったら山んだって言われて一周されたけど、そ、まあ、名物なんじゃないですか、まあ、それで面白かったねって言って終わったんで、ちょっと今日はね、はいはい、北見ネタの続き、そうそうそう、で、はい、ちょっと今日話、大丈夫ですか、これ北見でトド食べられるみたいな話で終わっていいですか？そう
もう一つ、流氷も乗っかって、うん、怒られたことがある。うんうんうん、乗っかっちゃったの？そう。あれ乗っちゃダメなんですよ。ね、あの、で、犬がポンポンポンって言ったから、私もポンポンポン。落ちたらどうするんですか？落ちたら危ないって言われた。ですよね。あれ動いてんですよ、動いてんですよ。ね、そうなんだって。危ない。なんかそしたらね、あの上で一夜明かそうと思ってテント張った人が朝起きたら、うん、すごい。そう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 。まあ落ちなかっただけ一回、うん、ね。ね。ね、いつもなんでか知らないけどね、うんうん、松節なのに北見ネタでいつもね、そうね、盛り上がって、じゃないですからね、そろそろ海もないしね、うん、そうですね、そうそうそう、松節内陸の内陸だからね、そう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 、海ネタ、そうだね、今日はね、なんで女性がいっぱいいるかっていうと、はい、そういう人たちをご紹介する、はい、コーナーがあって、はい、最初は、うん、ちびっこランドって言って、うん、パパママが喜んで子供たちが遊べるところになって、うん、でその次になんと、はい、女性消防士、かっこいい、レッドエンジェルス、かっ、名前もすごいですね、うん、なんか私ファイブマンとかね、ああいう風にやるのかなって最初思ってた。それはもしかしてなんとかヒーローみたいな、そう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 、なんとか戦隊かな、そうではないみたいなので、まあ楽しみにしてます。後で怒られても知りませんからね。イメージですからね、イメージ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 。で、今回ね、今回前回、はい、番組プレゼントがあったので、はい、それのちょっとお知らせです、うん、はい、じゃあ、いいんですね、はい、前回の番組プレゼントの結果です。なんとデケ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 ダン、あ、すっげえ手作り感満載、そば、ね、どころ桂さんのお食事券プレゼント、そうですよ、そう、今俺も言ってる、いや違う、私先月いなかった、あ、そう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 、あ、そうだったと思って、うんうんうん、そうだ、5名様になんと当たりました、うんうん、当たりました、厳選抽選、厳選抽選の結果、はい、結果、はい、ね、越谷、あ、越谷市の岡田さんはじめ5名の方、5名の方に、はい、町外の方もね、うん、申し込めるので、うんうん、あ、うん、そうですよね、すいいんですよね、申し込んでも、うん、いいで、あ、よかった、なんかね、うん、今回ね、お礼のメールとかも来て、うん、ちょっと感動しました、あら、すんごい喜んで、うん、あんまり外食とかね、行ったことなかったけれども、うん、これでいけるとか言ってもらえて、うん、なんかすごくちょっと私もうるうるってきちゃって、あ、本当ですか、うん、じゃあぜひね、楽しんできていただきたいですね、抽選でね、なかなか当たらないかなとか思ってる方も多いかもしれないんですけども、うちは当たりやすいのが当たりますよね、全然ね、結構確率高いですから、うん、そうですね、はい、どしどし応募していただければと思います、はいはい、そうですね、はい、はい、ではいよいよコーナーに入りました、生だから編集点がないから、そうね、気をつけないと、はい、プレゼント紹介終わって終わったので、チビックランドに、はい、紹介に行きたいと思いますので、はい、はい、小林さん、館長の小林さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。こんばんは、よろしくお願いします。お願いします。あら、MC がどこか行っちゃいましたよ、はい、あ、持ちますね、はい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 、地図、あ、来た来た、地図ですね、地図です、待ってね、待ってね、あ、すいません、地図の準備ができてませんでした、はい、申し訳ございません、でん、はい、でん、チビッコランドなんですけど、はい、どこにあるかって言えばここではないですね、あれ、これなんですか、チビッコランドは郵便局のそばらしいですよ、隣ですね、うなぎ屋さんの後ろ側になります、はい、近くはどこだ、どこだ、大雑把すぎるから地図がお雑把すぎるけど綺麗なんですよ、そうそう、これあのすごいね、うん、川上さんっていう秘匿な方が、うん、作ってくださったんです、ね、いい方がいらっしゃったんですね、すごい分厚くって多分10年ぐらい持つ、しっかりしてますよ、ね、うん、ここにあります、はいはい、ではお話を伺います、よろしくお願いします、よろしくお願いします、大丈夫ですか、はい、はい、改めまして館長の小林さんです、よろしくお願いします、ちびっこランド、はい、いつ頃からできたんですかね、開館は、平成13年にできましたので、なんと今年で15周年になります、あ、ちょうど、はい、どういうところですか、そうですね、どちらかというと乳幼児さんが
が中心に遊べるようなお部屋が多いっていう形にはなってるんですけども、あのカーペットのお部屋がありまして、そちらでこう遊んで、小さい子が遊んでいただく、で大きい子はまた別のお部屋で遊んでいただくっていう形になってるので、多分小さい子も安全に遊べるっていう感じですかね。お部屋がねいくつかあってね、はい、年齢別に結構分かれてるような感じですよね。そうですね。でただその仕切りがほとんどないような状態なので、こうバリアフリー的なものですごくいいかな。じゃあみんな一緒に遊べることもできて、あそうですね、はい、楽しそう、ね、あの様子をまず見たいので、はい、あのビデオをあの流していただけますか。ビデオ見ながらまたお話伺いたいと思います、はいはい、お願いします。はい、この丘の中に松伏町の児童館があります。入ってみます。あ、こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。今日はよろしくお願いします。はい、今日はあの館長の小林さんにご案内をお願いいたします、はい、よろしくお願いいたします。ここが、ここが見えルームのお部屋になります。見えルームですか、はい、でここで映画を見たり、それからちょっとした乳幼児教室とかを行っています。ちょうど今窓際に大型スクリーンがおります。これで16ミリ映画を上映します。ここがデキルームです。あー、なんか工作室ですか。はい、ここで工作教室、小学生を対象にした工作教室を行います。さまざまな道具がありますね。イベントが近いのでちょっと今は物がいっぱい載ってますけれども、はい、材料がいっぱいいろんなものが用意されてます。マジックやテープ類も豊富に用意されてます。あ、紙もいっぱいあるんですね。色画用紙を用意してます。こういうものを使って子どもたちがいろんな作業を。そうですね、はい、ロッカーが設置されていて、こちらが冷蔵ロッカーです。冷蔵庫のようになってる。あ、そうです。 おやつとかミルクとか。そうですね、あとは買い物してきたものをここに入れて、お母さんが買い物帰りにも寄れるということですね。はい、でこちら普通のロッカーです、はい、で全てリターン式になってますので、あ、お金はかからないということですね、はいはい、はい。ここで遊びのスペースのおもちゃの貸し出しをしています。でこれがこの中から好きなおもちゃを選んでもらって、こちらのカウンターで貸し出しをしています。ニコニコ広場に入ります。でこちらは4歳くらいのお友達が遊べるお部屋になってます。こちらが本のお部屋で、チャイブラリーになります。ここでは本を読んだり、パズルをしたりして遊んでいます。まだ抱っこのお子さんとかは、ベビーラッキーの貸し出しも行っています。こちらの部屋はワクワク広場になります。ここはニコニコ広場よりもちょっと大きい、幼児さんが遊べるようなお部屋になっています。ボルダリングがありますね、今流行りの。ボールも自由に使える感じですね。そうですね、これも貸し出しして、はい、遊んでくれてます。外に出てみました。今日ちょっとお昼時なので、子どもたちはみんな中に入っちゃったみたいですけど、この上も遊べるんですか。上も屋上になってます。屋上に登ってみました。これが松ぼっくりの丘と言います。はい、ちょっと私が滑ってみます。これはお尻をつけるんですか。はい、はい、あー、ちっちゃい子、ほら、あ、
マップー君目指して子どもたちはやってきます。松伏のゆるキャラマップー君です。コインのぼりのスタンプラリーです。みんなは鱗を集めています。なんかいろんなものがあって楽しそうでしたよね。そうですね、最後のクライミングウォールって言ってこう登っていくやつがあるんですけども、うん、あの子供がこう手と足を同時に使うっていうのはすごくあの発達のに、うんうん、いい影響を与えるということで、あといろんな色があったりとかするので、それをこう赤だけを伝っていくとか青だけを伝っていくとかっていう風にやって遊んでます。へ、はい、あれで私ジェットスライダー乗りちゃいましたけど、はい、クライミングウォールも乗れるんですか。大人ですか、はい、親子さんなので、小さい子の補助っていう形ではできますけど、大人が一人で楽しむっていうのはちょっとご遠慮いただきます、ね、はい、別なとこ行ってくださいって感じですね、はいはいはい、あの子供の施設なので乗っちゃダメですよ。ちょっとできるかなと思ったけど乗っちゃったしね、あれは楽しそうでした。キャー言ってた、楽しいですよね。結構ね、あの、うん、にぎわってましたよ ね、 あのね、もちろんイベントの時はもちろんね、うん、にぎわってるけど、そうじゃない時も結構いっぱいいますよね。そうですね、土日とかになると本当にお父さんが、うん、あのこうマザーズバッグを抱えて、うん、お子さんを2人抱えて、うん、なんかかっこいいお父さんいっぱいいましたよね、うん、来たりとかして、でママはって言うと、あのお買い物って言ってますけど、今は、ね、はい、今多いですね。そうなんですね、はい、そうなの、いいの、いいの、いいの。最初ね、ごめんね、最初は、あの普通に保育園とかなのかなと思ってたんですけど、そうではないんですね。そうですね、で、あのこうなんていうか穴蔵っていうか、あの元々秘密基地っていうのコンセプトに作った建物らしく、はい、だからあの入り口が、あのなんかちょっと石垣みたいな感じなんですね。はい、潜っていくみたいなね。だからあの南側が全部こうガラス張りでできてるので窓なってるので、光はすごく入ってくるんですけども、そう、全面ガラス張りですごい明るかった。みんなね、楽しそうに遊んでるんで、イベントなんかがね、いっぱい計画されてるんでしょ。あ、そうですね、毎月必ず何かイベントを、で、あの職員が全部手作りでいろんなものを作ったりとかして、はい、やってます。お金ってかかるんですか。基本的にはかからないです。かからないんですか。イベントに関してはかからないです。ただ工作教室とかの場合は材料代として、はい、あの子供のお小遣いで払える程度の金額でいただいたりとかはしてますけども、はい、普通利用するのにもお金かか、はい、かからない、かからないんですか、はい、すごい、ロッカーまでただだしね。あ、そうですよね、最初は100円入れるんですけど、帰ってくる、はい、戻ってくるので、冷蔵庫タイプめっちゃ良かったですよ ね、 ね、 いいですね、あれあったらね、買い物してもね、そのままそうです、スーパー近いので、あ、そうそう、稲荷屋さんの占いですよ。あ、じゃあちょっと遊んでてみたいなのもできるみたいな。できる、そうですね、はい、すごい便利、ね、で職員の方もね、はい、あのあれ、あれ全員揃った感じ。あ、最後そうですね、全員で8名、で常時5名で、でも休みなし、ほとんど休みないんですかね。そうですね、第1月曜日だけは必ず休館日でお休みなんですけども、あ、でも第1月曜だけっていうのすごいね。そうですね、もうあとはあのカーペットの部屋が多いので、カーペットを清掃するとちょっとその休館日に合わせてするんですけども、1日ではなかなか乾かなかったりとかするので、その時だけは
臨時休館をさせていただくのが年に3回くらいはあるんですけども、あ、でも安心ですね、カーペットとかね、ゴミとかね、気にされる方きっと多いでしょうしね。そうですね、やっぱり私たち素人ではなかなかね、完全にこう洗い切れないので、やっぱりその場合は専門の業者さんを、安心して寝転べる感じで、あ、いいですよね。ね、アレルギーの子供とか結構増えてるって聞くから、そうですよね、なんか安心ですよね。皆さんは松伏、はい、町の人たちだけが集まるんですか？あそこは誰でも、誰でも行けるんですか？誰でも、はい、あ、そうなんですね、はい、で松伏自体がちょっと交通の便があまり良くないじゃないですか、はい、だから松伏からの来館者っていうのは6割程度しかいないんですね。あ、そうなんですか、はい、ほとんどがじゃあ外から、うん、そうですね、越谷だったり野田だったり、でも車ね、駐車場も結構あるから、ね、じゃあいいですね、いいですね。で開館時間って何時から何時までですか？4月から9月の30日までは、9時30分から6時まで で、うん、で10月から3月までは、うん、開館は同じ9時30分なんですが、うん、閉館が5時になります。ね、日が短くなってしまうのでね。でも小さいお子さんはね、帰ってほら夕食に用意しないと眠くなっちゃうからね、うん、そうですね、午後3時過ぎると小学生が来て結構遊んで、あ、そうですね、あそこのねビデオに映ってなかったけど、うん、床がね、うん、アンパンマンだったりね、手洗うところがミッキーさんだったり、あ、そうですね、あら、そうね、入れといた方が良かったじゃないですか。そうね、そうなんだけどさ、まあ、うん、で楽しい工夫がいっぱいされてて、でラッだったっけ、ベビーラック、ベビーラックです、はい、ああいうのも貸し出し、あ、そうです、へえ、そう、でももう本当に至れり尽くせり、だからまだこう、ね、やはり小さいもう2、3ヶ月のお子さんとかも、ずっとねママが抱っこしてると大変なので、ベビーラックに行かせてもらう、じゃあなんか手ぶらで行ってもそういったものを貸していただけるから、はい、はいはい、楽ちんに遊べていいですね、はい、兄弟がいらっしゃるね、ご家庭とかはいいですよね、お兄ちゃんお姉ちゃん、なかなかね上の子に、下の子がいると上の子にこうね手かけてあげられないので、みんなで遊べていいとこあるじゃないですか、松伏、いいいんですよ、結構で子育てには優しい町ですよね、うん、私もねでもね知らなかったの、もうね15年前って子供もう大きくなっちゃってるから、子育て終わっちゃって、終わっちゃってたからね、あれだけど、それ大丈夫大丈夫、うん、だけどでもこんないい施設ができた、嬉しいわって越谷の方から聞いてる、私の知り合いの人がいっぱいいる、松伏いいとこあるわねって、なんか楽しかったね、また来ますって言って帰っていただくのが一番、あ、いいです ね、なんかホッとしますよね、はい、そうですよね、で、まあ、近々のイベントあ、はい、が、あ、ごめんね、ここで下の方になっちゃったんだけど、はい、あるので、まあ、ぜひ案内したい、お、はい、これどういうのが、あ、これは今まで5月の5日にちびっこフェスティバルってやってたんですけども、なかなかゴールデンウィークって言うと皆さんお出かけする方が多いので、日にちをちょっとずらして、で内容としては、カップ釣りだったり、はい、カップ釣り、カップ釣る、カップを中にお菓子が入ってるのを釣ります、いいですね、はい、楽しいです、で一番のメインはこのパン工場ですね、みんなのヒーローが、あ、パンマン、食パンマン、ジャムパン、ジャムおじさんのパン工場、そうです、おお、はい、なのでヒーロー来るの、ヒーローが来るかもしれないです、あ、そうです、はい、あそこの5月5日のイベントではマップくん来てたじゃないですか、はいはい、でこういうイベントの時いつも来るんですか、あと今回は来ます、おお、はい、じゃあちびっ子たちは、はい、いや、なかなかね、マップくん会えないんですよ、普通大人でも、え、マップくん推し、マップくん推しですか、マップくん終わりまして、これにこれはみんなのヒーローです、僕をかけてね、ごめんちょっと失礼しました体調悪いで、これも職員がパン工場今一生懸命作ってます、はい、じゃあみんな手作りですね、そうですね、はい、これ費用とかはかかりません、それはぜひ行かないと、で申し込むとかなきゃいけない、あと先着120名に、120に、お楽しみ券を、はい、じゃあそこの先着に入らなくても行くことはいけるってことですか、そうですね、あ、はい、なるほど、はい、
でもどうせ行くならもらった方がいいか、見てるだけはね、あれやりたいとかなったらちょっとこう ね、あれですよね、なのでちょっと早めに、うん、2時からってことは、はい、こう2時に行ったら間に合わないですか。そうです、並ばない、並ばないといけない、結構並びます、でも並びますけど、うん、120は並ばないので、うん、大丈夫です。大丈夫今言っちゃったからプラスアルファも用意しておきますので、さすがです、はい、ありがとうございます、じゃあ5月はこれだけど、はい、まだ先の先とか何かあります。そうですね、その次はあの、うんうん、七夕祭りとかありまして、今なかなかこう本物の笹を子供が手に触ることっていうのが少なくなってきたの で、はい、農家の方からあの笹をいただいて、一つ大きいのは児童館の方に飾って短冊を書いてもらうようにもしてあるんですけれども、うん、はい、あとはまた七夕の日に、うん、あの制作としていろんな飾りを作って、うん、あの小笹を持ち帰れるような、いいですね、はい、イベントも考えております。なかなか家庭でできないことをね、うん、やらせてもらえるっていうのは ね、なかなかその季節を感じるっていうことがなかなか少なくなってきてるので、うん、いい機会かなと思ってます、うん、そういうあのイベントっていうのは、はい、職員の人で考える。そうです、わあ、全て、わあ、大変だ。でもね、なんか私お邪魔した時にすごい子供がみんな子供のこと考えてるなっていうのを思ったので、やっぱ愛情ですよ、うん、そうですね、うん、愛情があればいいものが生まれてくる。大事なのは愛です、ね、うん、愛、愛、愛、うん、なんか壊れてる壊れてないよ、壊れてないよ、大丈夫、勇気があれば大丈夫、うん、僕を食べていや、ぜひあのいいのでね、はい、あのちっちゃい子いなくても見に行くだけだったらいけるでしょ。一回見てもらったらきっとね、気に入ると思 う、 うこういうとこあるんだって。でまあ、小さいお子さんいる方はもちろんね、見てもらって、ね、はい、あのぜひ行かれたらいいかと思いま す、ね、うん、ぜひ体験していただいて、はい、体験楽しんでいただければいいですね。はい、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 今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。あっという間ですね。あっという間なんですよ。はい、失礼します。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ではここであの、はい、今日のプレゼントのご紹介に移りたいと思います。やったー。今日はね、なんかすごいんですよ。あの今日はそのプレゼントをするときはいつもその製品についてのビデオがあったり、はい、あの詳しい会社の、ね、うんうんうん、紹介あるんですけど、うん、あの今回はちょっともう時間がないんだけど、はい、プレゼントだけになってしまうんですけど、ちょっとあの簡単にご紹介しますと、はい、あの観音製麺っていうところからプレゼントを預かりしてるんですけれども、うんうん、はい、あのここの製麺所は、うん、あのこだわりの麺を作れる、例えばこだわりのラーメン、香水の麺を作ってほしいといえばオリジナルで作ってくれる、はい、でこういう感じの風味のものを作ってほしいって言ったら作ってくれる、もう何十種類もの麺を用意されて、また用意してないものでも作ってくれる。あ、じゃあリクエストに答えていただける。あ、そうなんです。もう本当にラーメン の、 あの名店と言われるところにも収めているところで、あの今ではあのイタリアンの名店、うん、あの欧風料理とかそういうところにパスタ、パスタも南欧風だと香水使った方がいいとか、あのそういうのも全部配合をそこに合わせて、向こうの注文に合わせて全部作っちゃう、すごい製麺所があるんですよ、松伏に。でそこの製麺所からあのこういうのをやってるって言ったら、ぜひじゃ あ、 あのプレゼントで出しますのでって言って、ありがたいですね。いや嬉しいですね。ありがとうございます。はい、で今回はですね、うん、はい、あじゃあちょっとプレゼントの詳細 の、 あの写真だけ画面に映していただいていいですか、うんうん、はい、出ました。うん、そちらの方を見ていただいたらどういうものかって内容見れますよっていうものなんですけれども、なるほど、はい、ここにアクセスすればいいですね。はい、でこれがプレゼントの詳細になってます。はい、今うん、こっちね、こっちで大丈夫です、はい、でこれが終わったら今度こっちを写してください。はい、はい、まあ、ここのね神田製麺所さんっていうのは、うん、ラーメンだけじゃなく、うん、シューマイとか、うん、肉まんとか、うん、ワンタンとかいろんなものを作られてるんですけど、うん、今回は、うん、麺を、うん、中華麺を、はい、10食なんと10食、はい、なんと10食スープ付き10食スープ付き、すごいすごい美味しいですよ。うん、それを5名様にプレゼントです。
で、どうしても書かなきゃいけないのはちょっとこの番組は楽しかったよとか、うんうんうん、そういうおべんちゃらを書いていただければ、うんうん、おべんちゃらでいいんですか。そうそうそう、おべんちゃらでいいんですので、いいことしか書いちゃダメですよ、ね、いやいや厳しいこと書いてくれたらさらにいいかもしれませんので、はいはい、ぜひお申し込みいただければと思います、うん、なかなかねみんな、うん、どうせ当たらないやとか思われるかもしれないんですけど、うんうん、宝くじより数億倍当たりますか。当たりますね。当たります。これ当たります。結構当たりますよ。ぜひよろしくお願いいたします。はい、待ってます。では次はいよいよ、いよいよ、はい、女性の花園に切り込みます。やったね、はい、花園の、次のゲストは、はいはい、女性消防士のレッドエンジェルスさんです。どうぞよろしくお願いします。お願いします。座れますかね。ね、人数のすいません、はい、全員よろしくお願いします。入りきれますか皆さん。そうですね、スリムだからね。あ、すごいたくさんですね。なんかすごい、はい、華やかになりました、はいはい、温度上がりましたよ、はい、女性消防士じゃなくて女性消防団、はい、うん、松伏町の女性消防団、はい、レッドエンジェルスです。レッドエンジェルスさんです。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。で、女性消防団って最初聞いた時、はい、どういうことされてると思いました。ひろちゃんとか、え、どういうことする人だと思いました。消防士さんの女性版、うん、あ、ね、ね、単純すぎますけどね、ね、ね、バケツで水運んだりするのかなとか思ったり、時代が、いや時代があ、手で、うん、こうやって回す感じ、ね、ほらね、と思ったけど全然違ったんです。全然違うんですよ。でもうすごくユニークで素晴らしい活動をされていて、はい、私ちょっと感銘を受けたので、はい、まず来られてすぐなんですけれども、はい、まずはビデオを見ていただいて、はい、それからお話を伺いたいと思いますので、はい、ビデオを回していただいてよろしいでしょうか。はい、お願いします。ビデオ回すって古いね。だからね、鈴木さんがそれでナギちゃんとかの上をもうちょっと貧乏くさくしてくれるといいかな。見てる意味わかる。なんとなくシャシャカシャカシャカって感じの雰囲気で、あとナギちゃんに後ろの何あれも枠も作ってもらうから、その上もこういう風になる。うんうん、そうそうそう。だから突然ですが、僕、心臓
お父さんの心臓です。ハリキリ松吉65歳、ちょっとメタボだけどとっても元気です。ハリコの大好物のビールだ。今日は洋物だからな、ガンガンに冷えてきちゃったからな。お父さん、はよ、私たちの素晴らしい親子の絆に乾杯。うわうまいな、おいしい。みんなさんにも分けてあげたいぐらいだよね。お父さん、娘と飲むビールは一番だな。しまった、調子に乗って一気飲みしてしまった。うわー、ういく、ちょっと酔ってきたかな。なんか胸がいい気ができない。ちょっとお父さん、しまった、アルコールの後にすぐにお風呂に入ってしまったからか胸が苦しい。ちょっとお父さん、ねえお父さん、こういう時ってどうすればいいんだっけ。そうだ、こういう時は落ち着いて救急車に電話だよね。電話電話。119番消防署です。火事ですか、救急ですか。あのお父さん倒れちゃったの。両手を開けてほしいので電話をスピーカーに切り替えてください。スピーカーですね、わかりました。スピーカーにしたよ。胸の真ん中にある胸骨を5センチ以上沈むくらい両手で垂直に力強く押してください。あのこんな感じで大丈夫ですか。リズムを言いますので1分間に100回以上強く速く絶え間なく押してください。1、2、3、4、このリズムで30回。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30。心臓マッサージ30回と人工呼吸2回、これを救急車が到着するまで続けてください。わかりました。到着した救急隊員の AED のショックによってお父さんの心臓は再び動き出しました。復活、ありがとう皆さん、僕元気になったよ。消火活動ではなくて、うん、こういう風な啓蒙活動をされてるっていうことですね。全く想像と違いましたね。違いました、うん、そうですよね。すごかったですよね。すごかったですね。うん、第一部の方はあの小学生がお留守番してて、はい、あのちょっとビデオにはね、あのビデオの撮った人が悪くてちょっとあのいろいろ抜けてたんですけども、まあ、あの時間の都合で省いたところもあったんですけど、あの時地震とかねいろいろなも出てくるんですよ、うん、実際はあの火事だけじゃなくて竜巻にもあったことあるじゃないですか。そうそういう時どうしたらいいのかっていうことを、ね、うんうん、あのちゃんとあのさっき悪魔にあのデビル君にそそのかされてたんですけど、うん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 、エンジェルちゃんという綺麗な、コント映ってないのが残念なんですけどね。私が悪いんです。女性消防団一の、ね、美人が出てきて、そうあのみんな美人ですけどね。お嬢ですね。まあでも本当にあのちゃんとした正しいことも伝えてる、うんうん、そういう劇なんですよ。うん、そうですね。で二部の方はあのそういう災害とかではなくって、うんうん、あの AED の関連する、はい、そうですね、話ですね。やっぱり私たちなんかも気をつけないと突然何が来るか分かんないから、うん、そういう活動を主にされてるってことですか。そうなんですよね。あの結局あの
男性はあの火事が起きたら消火とかですけど、うん、私たちは起きる前の対策っていうんですか、うん、子どもたちはあの命を自分の命は自分で守る感じで、うん、保育園とか幼稚園で行きますよね、うん、そうするとあの火事の時はどういうふうに逃げたらいいとか、うん、竜巻の時はどういうふうに身を防いだらいいとか、うん、そう分かりやすく説明をしてます、うん、で老人ホームとかは、うん、結局ほらお父さんなんかは心臓とかでお酒飲んでそのお風呂入っちゃったらどんだけ危ないか、うん、で、うん、心肺蘇生法心臓マッサージとか、うん、そういうことを、うん、誰でもできることを勇気を持ってやりましょういやっていうことをなかなか、ね、話を分かりやすく持ってってます、うんうんなんかね消防団って言うとどうしてもなんか火を消すってイメージがあったんで私も入る時にあの実はこちらにいるハリマさんに勧誘されて入ったんですけどその時絶対に私体力ないから絶対入れないと思ってたんですよそしたら、まあ、私立って3年ぐらい経つんですけどその間1回も火事場には行ったことないですしだからなんでしょうねやっぱり非力な私たちのようにか弱い女性が入れるところだったなって、ま、松伏に限ってかもしれないんですけども全国にはいろんな女性消防団がありますんででも松伏私はあの女性が危ないところには行かないっていう感じのスタイルなのですごいあの啓発劇とか AED の操作とかを教えているっていうのが主な活動ですよね女性消防団ってその全国にいっぱいあるんですかそうですよね1420団体あります、ねね、約2万人以上の女性が2万人以上の女性が活動2万1000、まあちょっと分からない、ね、あと調べてくださいね、はい、まあね、あんまり分からないけど、はい、とにかくすごいっていうのそういうこと知らないです、ね、知らないですよ、そう本当にでも大事なことです ね、 そうですね実はね、この劇はすごいんですよね、うん、そうですどうぞと一昨年になるね、一昨年だよね、一昨年なんですけども、うん、第20回の全国女性消防団活性化大会になんと選ばれたんですね、うん、その優秀作品としてそうなんです、1420団体の中のたった4団体しか選ばれないものにこの松伏町が選ばれたんですよ それも大取りで選ばれてもう素晴らしかったっていう、絶賛だったんですよすごいまあちょっとよくわからないんですけれどねすごいですねもっとみんな知った方がそうなんですよねびっくりするでしょ、うんうん、いやあの芝居も良かったですけど、うん、あのその前に作ってるのとかあったじゃないですか、うん、ああいうのも全部手作り、ねねねねうん、皆さんやられてるもう脚本とかそれから自体全部手作りなんで、うん、すごいよね完成までの期間って長そうですよねいやだいたいねこれは完成するまで約20回ぐらい集まって作った感じですかね、だから、ね、月にだいたい2回3回ぐらい集まって、うんうんね、約あの実はその1年前の活性化大会に行ってあの私たちすごいなって感銘を受けてよし来年は自分たちが出てやると思って19回を見てから頑張って1年かけて、まあ、オーディションに受かってそれで出ることができたんで、まあね、すごい夢は叶うんですよ、ね、いやもう誇りですよ、うん、だけど知らないみんなそうなんです、うん、ねちょっと誤解されてる方も多くてね、うん、本当に家事、ね、筋骨流々とでしょ、これやってるのかと思っちゃう、ね、こんなね、ね、結構なんか筋トレしてるみたいな、ね、もしかしてしてるじゃないですか、消防署の裏でよく見る光景、ね、見てください、みんな弱くてねいや美しい人が多いですよ、多いですよ、うん、でもこの制服すごいかっこよくないですか、なんかバッジがいっぱいついてますけど、はい、なんかこれ意味があるんですか、いろいろあのいろんなことをするとこう増えていきます、はい、うんはい、そう表彰があるんですね、いろんな表彰があってどん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 増えてきます、頑張りようがありますよ、方はすごいってことです、うん、数ではないですね今これもらったんですよね、あの 賞をいただいてるのもありますよ、ね、自分でお金買えないってことですよ ね、 そうですね、これなんかはそのほらあの活性化大会に出たっていうことの功績が認められてもらったもの、1400いくつもあったら、うん、出るだけでも大変ってことですね、そこにね、埼玉県で初って言ってましたよ、わそうですよ、ね、いやいやだってだって一番だもん、埼玉県初ねえ言っちゃったよ一番って、そうなんですよ、松橋の方もっと知ってくださいお願いします、いやあの芝居本当にね、あの分かりやすかったし、みんなね、あの役あの役あたりですごいなって思ってました、ね、これ制服違うのは、いや2通りあるって言うんでね、あ、そうなんですね、正式なの式典とかいろんなところはこちらです、そうちゃんとしたところね、本当に敬礼講習とかはこう活動になってます、かっこいいですよね、でも、うん、動きやすそう、動きやすいですよ、ただ夏も冬もこれです、あれ大変な、はい、それちょっとマイナスイメージなこと言うね、要するに分かりますか、あの絶対あの夏でも危ないところには長袖です、そのため危ないところ行かないですからね
ずイメージなことばっかり。なんかほら行くかもしれない地震とか、ね、いろんな災害があったら、まあ、女性もそんなこと言ってられないので、本当にお役に立つことはします。でもそういう制服着られた方に結構頼っちゃうところあると思います。はい、いいんですよね。いいんです、いいんです。なんか知識はありますから、みんな、いろいろ勉強してますので、あの心臓止まっちゃった人がいたらどうするとか全部わかりますから、聞いてください、頼ってください。私も入りたいですって言ったら入れるんですか。はい、もちろんです。あ、でもそうなんですか。ありますよね、19歳以上ですね。はい、19歳以上です、ね、19歳以上です。あのそれは変な話ですけど、こう、はい、趣味とかボランティアじゃなくて、ちゃんとあのお仕事として雇ってもらったりできるわけですか。少しあのボランティアにあの年報酬とかあるんですよ。完全なボランティアじゃなくて準公務員の感じ、それはいいですよね。はい、ですから、ちゃんと保険もありますし、役割もあります。やっぱりボラン純粋なボランティアだ、だって時間使うわけですから、うん、それはちゃんとして責任持ってやれるっていう、こういう責任なんで仕事だから、はい、それどうなんだろうって私も思って、純粋にボランティアとか、うん、はい、なんか18歳以上だったみたいな。はい、18歳です、うん、ごめんなさい、18歳以上です。まあとにかく若い、あのみんなねお仕事持ってるんですよ、やっぱり、はい、あの今時のね女性はやっぱり仕事を持っていて、だからちょっとやりくりしながら集まる日とかも、みんなが多く集まれる日を決めて、でちゃんとみんなでこう活動してるんで、だからまあ仕事持ってるからって言って諦めないでこう入ってきていただけたら、やりくりしながら二足のわら、そうですね、すごい。なんかこうやっててよかったなとか嬉しかったなとかいうことってありますか。どうですかね。いっぱいありすぎるんですけど、とりあえず私のすごい友達をいっぱいガツンと入れたんですね。今13人いるんですけど、その中の6人が私があこの人は向いてるなって言って、まあ、彼女だったり彼女もそうなんですけどそういう感じで、もうなんつうの、ママ友みたいな、みんな楽しいながらにいいものを作りようみたいな。でもだからといって、うん、あの入ってしまえば本当にみんな仲良くなるんで、すごく仲いい、一人ぼっちでそう入ってきても本当にみんなね、人生を楽しくする、そういう仲間に出会えた場所だと思う。お芝居も一番ですけど、仲間の力ももうこれは間違いなく一番ですね。だってなんか、まあ、マイナスな話言いますけど、女性ばっかりのところってなんかこう嫌なことがあったりとかよく聞くじゃないですか。ないないない。だけどここに私ちょっとね、すごくいい雰囲気で本当にみんなが生き生きしてたので、はい、あ、そういうのはないところなんだなっていうのは、これもやっぱ体調のおかげですよね。そうですね、一人だけダントツ年上がいますんで、親ですからね、みんな娘だと思ってますから、それが良かったりするかな。そんなことないです、まあ、好きなようにやらせてくれるので、本当にやっぱり体調のおかげだなって思いますね。お母さんが見守ってる、そうですね、でも私たち娘としてはもうやっぱりこの活性化、さっきほどの活性化大会じゃないけど、もう連れて行きたいと、お母さん連れて行きたいという、そういう思いからもやれたので、やっぱりあのいていただいているから安心してもう活動できるますね。すごい、いいね、アシスタントやめて入らないでね。募集要項とかってどこで出てるんですかね。募集要項、あ、そこ、はい、ここ連絡はこちらまで、はい、こちらまで、あの松伏の人しか、いや、はい、あの勤務が松伏でしたら平気です、うん、あ、はい、働いてるか、はい、住んでるか、お住まいが松伏、うん、あ、じゃあまずは、はい、そこで働かないといけないですね。じゃなかったら移ってお住みになってください。なるほど、人口減ってますね。本当に来てください。いやでも彼女みたいにこう東京とか離れてて、東京でもあるんでしょ、うん、それはそれで、あともありますけど、松伏ほど楽しくないと思います。そうそう、やっぱりですよね、やっぱ移り住まないと、移り住まない。あの松伏町って本当に狭いんで、本当に狭いから行くところっていっぱいあるんですよ。町民の方の顔本当に見えるんで、活動してても本当に狭くてよかったです。本当なんかでも本当にいい仲間っていう感じがする、はい、でももったいないんですよね、あまりにもいいものばっかり作ってるので、もっと先に行きたいんですけどね、もっともっと出していきたい。だから皆さん、あの見ていただいた方で松伏町にお住まいのどこかの方が呼んでいただければ、私たち活躍できるので、うん、松伏町なら、うん、松伏しか行けないの。そうなんです、そこが本当にそうね。でもこの間埼玉スーパーアリーナとか出たり、あと急になんかドーンって、そうなんですよ、行ける時もちょっとイオンとかそういうところに呼ばれて行ったこともあるんですよ。それはどうして行けるの。それはなんか上の方からね、上の方からですね、県から来る、上の方から来れば、そうそうそう、安倍首相かなんかに頼んだら、ね、誰か知り合いないですかね。でも本当
当にどこからでも呼んだら、うん、行きたいんですけれども、やっぱちょっとね、うん、あのその辺の縛りはあるんですけど、ね、でもぜひこちら見ていただいてる松伏の方、うん、ぜひお声かけてください。縦割りこちらの方にね、子供も楽しめて大人もそうですね、ドキッとさせられる。先ほどのちびっこランドさんにもね、うん、行く予定もありますし、うん、失礼しました。そうなんです。だからなんかね、うん、お芝居がっていう言い方あれかな、すごい分かりやすい、うん、あの分かりやすいっていうのが一番じゃないですか。そうですね、でその後やっぱりうるっときたりとかね、うん、なんかあるんですけど、うん、やっぱりあの難しい感じとか怖い感じとかそういうものを、うん、やっぱ楽しく面白くだけれどもきちんと教えるっていう、うん、そういうなんていうのかな、あの本当に子供目線になっての劇ばっかりなので、うん、皆さんぜひ、うん、あの読んでいただきたいです ね、 まずは見ていただければと思いますんで、うん、あのセリフとか覚えるの大変じゃないですか。あ、大丈夫ですよね。ね、あれだけ、うん、結構長い長い一人当たりよく覚えるなと思って、うん、どうでしょうね、うん、やっぱりもう体が覚えちゃうっていうか、もうそこの場所にショックと勝手に出ちゃうんですよ。なりきっちゃう。そうなの、なりきっちゃうっていうか、入っちゃうからね、楽しくてたまらないっていうか、そう、うん、それ最高ですね。そうだから長続きすると思うんですよね、うん、ね、十何年やってますもんね。でもあのいいですか、私は本当にこういうことが苦手でした。本当にだからすっごく苦手な私ができるんですから、誰でもできます。私人前だけこんな楽しそうな職場というか、だから、ね、この子供たちっていうか娘たちが本当に舞台に上げてくれました。本当にダメなんですよ、こういうところ。いやなんかうるうる来ちゃう。だから私は信じられないくらいところまで連れてってもらいました、みんなに。まだ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 終わりじゃないです。これからも連れて行きたいと思います。なんかもう死ぬ前みたいじゃないですか。だって言いましたもん、私。だって本当にメイドの土産って言いましたからね。なんか顔に何かね、私たちのあげたもの入れてくれみたいなこと言いました。本当にそのぐらいのことなんですよ。うちらの思い出を持って顔に入りたいって。でも今年は北海道ですよね。全国女性消防団の大会がね。北海道も応募したんですけど、残念ながら選ばれなくて。でもね、やっぱり連続は難しい。だから次は沖縄目指すかって。沖縄かどうか分かんないって言われるから、ね、いつか先の沖縄は、ね、まあ、私たちの時はあの千葉の舞浜のアンフィシアターっていうあの本当にでっかい舞台でやれたので、またね私たち本当に、でもそういうのがあったらね、うん、ちょっとあの張りがあるっていうか、うんうんうん、そうですね、うん、いや、まあね、半分入りたいでしょ、ね、またねあの次のそういう活動がある時とか、はい、また呼んでいただいて、うん、あの取材させていただいたらと思うんですよ。 ありがとうございます、うん、でね、皆さんぜひあのそういう気持ちのある方はあのこちらで、はい、あの、はい、もう少しこっちにやらないと見えないかも。隠れちゃうよ。大丈夫ですあの応募してこんなに素晴らしい人たちだからきっとあのウェルカムだと思うので、ウェルカムです。はい、よろしくお願いします。今日ありがとうございます。ありがとうございました。たくさんで来ていただいて、ね、ちょっとね、かっこいいですね。ちょっと感動しましたね。いや、すごい感動しました。あの素敵に生きてる人っていうのはやっぱりあの見てて自分も頑張ろうって、そうですね、力になる、うんね、勇気をもらえる、うん、皆さん本当に仲が良さそうで、うん、そうなんですよ ね、 いいすね。なんかちょっと悪いとこ引き出そうかなと思ったんですけどちょっと意地悪ですよ。なかった、うん、やっぱデビル君は出てこないんですね。みんなエンジェルちゃんだから劇の中だけです。そう、劇の中だけです、ね、だって結構大変ですよ、あんなあの小道具とかまで作って。いや大変です、大変です。本当ですよ、だって劇も一から作るんですもん ね、うん、ね、なんか私だけやらされていいとか言う人いないのかなと思ったけど、いなかった。いなかった。うんうん、いやすごいな団結力ね、松伏町の団結力、松伏町のっていうわけじゃないけど松伏町でぜひねそういうあの劇の機会があったら、うん、あの呼んでいただければと思います。本当にあのこれからのご活躍をね、うん、祈って、うんうん、はい、はい、見たいです。じゃ あの次今日メールかなんか来てます。今日来てない。あら、あら、寂しい ね、 ね、あ、どうしようこれ。北見の人のメールはないですか。北見の人のメールは紹介しちゃったもん。あ、そっか。あらららららら次に行っちゃったけどね。あれじゃあもうちょっとお話
してもらってもよかったですね。よかったですね。まあしょうがないから、まあ、そうですね、うん、まあ、うん、これから先ね、うん、いろいろなところを紹介していこうっていう計画はあるんですよ、はいはい、で実際ああいうふうな活動してる人がいたっていうのは私たちも知らなかったし、うんうん、じゃあ全然あれですか、あんまり松伏の中でも知らない知らない、あ、そうなんですか。越谷でしょ、住んでて知らない、うん、越谷はないのかな、多分さあります、あるって、あるんだ、あるんだ、越谷もあるけど知らないでしょ、だから、ね、知らない人多いんですよ、です、ね、うん、もったいない、そんな1400いくつもあったら、そうですよね、そうですよね、各県に一つ以上は、各県に一つ47しかないってことは、うん、ボケすぎあ、来てた、来た、あ、よかったレッドエンジェルさんメール来てますよ、マリリンさんから、マリリンさん、うん、これからも頑張ってください、応援してますって、わー、ありがとうございます、ありがとうございます、ますます元気くださってますます元気になってますね、本当ですよね、でもこれでね、うん、皆さん活動知っていただいて、うん、ね、いい方向に行けばいいですよね、うん、入りたい人が山ほど出てくるかもしれないし、うん、そうね、いや入りたくなりますよ ね、 もう、 ね、あれもう半分移住したい、うん、そう、移住、どうやって松伏と関わりを持つかっていう、住んじゃうしかない、やっぱ住む、あ、じゃあ不動産をみたいな、それか働きに来る、うん、働きに行く、うん、あ、それありです ね、 ね、就活します、あ、でもほらレポーターで松橋関わってるから、そういうのじゃあありありとか言って仕事で行ってる感じになるかですよ ね、 ね、ですよね、うん、まあこれからどんどんね有名になっていって、うんうん、羽ばたいていってほしいですね、そうですね、でね、ここ出たことあるよっていうのね、うん、どっかで言ってもらえればね、うん、いいですねそれで、まあ、ちょっとまた話をガンって私変えようとしてるんですけど、はい、実は、はい、去年の10月からここの番組始まりまして、うん、最初から支えてくれたひろちゃん、ひろちゃんが、はい、今日で終わりなんですよ、はい、終わりになります、卒業でございます、ご卒業、そうなんです、まあね、最初誰も知らないところから始まって、うん、番組をどうやって作っていったらいいかわからない時から一生懸命ついてくれて、ひろちゃんのツッコミがね、私もすごい好きでね、そうですよ、もうね、どんなにしんどいから嫌だって言っても、うん、こう無理やり引き止めてたんだけどそんな嫌だとか言ってないやだ、人聞き悪いから、言ってないって、そうかそうか、疲れた顔してね、顔にちょっと疲れがにじみ出てた、ね、にじみ出てたのにありましたか、ね、でもやっぱりね、お願いとか言ったけど、もうね、ちょっとあんまりにもかわいそうだし、うん、ここでちょっと卒業っていうことで、そうですよね、はい、ひろちゃんに、いやちょっと何、なんか急に動きが出てきたけどちょっとね、ねちょっとかわいいでしょ、ありがとうございます、ありがとうございます、すいません申し訳ないです、ありがとうございます、ずっとね支えてくれて、彼女のおかげでここまで来てたと思うので、ちょっといなくなって、これからねちょっと頑張んなきゃいけないんだけれども、うん、本当また、はい、いい人生をって、これからね始まります始まります、あるんだけどね、うん、本当ありがとうございます、こちらこそ短い間でしたけど、まあ、ありがとうございます、ちょっとだけのあれですけど、私たちの感謝の気持ちです、すいません申し訳ないですね、はい、ありがとうございます、うん、そうこうしてるうちに時間が全然なくなっちゃった、エンディングの時間になっちゃった、ごめんなさい、プレゼントまたねご紹介しようと思ったんですけど、 で、 す、ね、でももう時間がないので、うん、エンディングに行きたいと思います、はい、ありがとう、ありがとうございました、遊びに来てくださいね、はい、松橋サポーターズラボの模様からエンディングになります、はい、エンディング、じゃあお疲れ様でした、お疲れ様です、じゃあお疲れ様です、お疲れ様です、どうも、いつからあったんですか、私が聞いたんですよ、10年ぐらい、私たちの子が2歳の時、年長の時に、年長の時に、あ、年長の時に、違う違う、うちの子たちはもうおじくなしだから、いるよね、12年ぐらいかな、15年ぐらい、15年ぐらい、うちの子が今、年長の時に、あ、じゃあそうかもしれない、何ができたかな、つけたの、何ができたかな、つけたの、
16年目で、16年目です。